はい、どうも皆さん、こんにちは、ネマです。ソンズ・オブ・ザ・フォレスト、前回の続きからやっていきたいと思います。前回ね、こちらの場所にこの壁付きの拠点を、作るということで作ったんですけども、こんな感じで、撮影外でもね、ちょっと手直しを加えまして、ここちょっと溶けにしよう。OK。拠点の方完成しました。よし、ざっとね、ちょっと紹介も含めて中に入っていきたいんですけど、まずはここの、石の門をですね、通った先にはこんな感じで、物干しですね。ここにちょっと食料を干して、食料確保していますね。で、真ん中にキャンプファイヤーがあって、ここが石の置き場。で、ここも、食料干してるところ。で、寝床、木の棒とかをね、ストックするところ。で、これね、監視塔をね、作りました。これちょっと入ってみると、こんな感じでロープが垂れ下がっておりまして、こうロープを登っていくと、よいしょ。こういう感じになってます。この柵もね、これ自分で作ったんですけど、こんな感じでね、柵をつけて、落ちないようにしてみました。うん。だいぶいい感じじゃないかな。で、今向かいたいのがですね、この GPS をちょっと見てもらうと、びっくりマークがね、近くにあるので、とりあえずそこに向かいたいなと思います。よし、ついてこい。オッケーオッケー。さあ、びっくりマークはね、おそらくGPS、一緒にヘリに乗っていた味方の GPS が、あそこにあるよっていう意味だと思うので、まあ、もしかしたら仲間がね、もう一人増える可能性もあるんじゃないかな。どうなんだろう。お、テントがある。キノコがありますね。このキノコちょっと食えなくない絶対今のキノコ食っちゃダメなやつだ。なんかピッピ鳴ってる。なんかピッピ鳴ってますね。なんだろう。この近くにも何かあんのか。お、あ、鍋だ。鍋ゲットした。ありがたい。なんかピッピ鳴ってるぞ。何のピッピこれ。こいちゃー、めちゃめちゃ近い、めちゃめちゃ近い。どこ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 だ。え、本当にこの辺なんだけど、あれ、あ、これか、これか、お墓みたいになってるけど。いや、これ、え、これこれじゃないよね。お墓。ですね、マウスのホイールをクリックすると、マップが拡大できるっていうのが分かりましたね、これ。こうやって、マウスのホイールを拡大して、こっちだ。びっくりマーク、ここだ。あ、やっぱりお墓ですね、これ。やっぱお墓だな。これ何？どうしたらいいの？掘り起こしたらいいのこれ。ただスコップとかそういうアイテムがないんでね。作れないしね、スコップとか。ちょっと作り方もまだわかんないんで。おそらく、なんかショベル的なさ、そういうアイテムを作れるようになったら、また戻ってきて、っていう感じになると思いますね、おそらく。うん。よし、ちょっと水を飲もう。まあ、これは私の勘なんですけども、こういうのはね、だいたいもう一個のびっくりマークに行ったら、次のびっくりマークに進むためのものを手に入れることができると思うんだよね。うん。なんでもう一個のちょっと遠いけどびっくりマークがあるんで、あそこに行けば、おそらくスコップとかを作る方法が、わかるんじゃないかなと。いうことで、だいぶ遠いけど、これ島の外じゃない？なんか。あれ？これいける？めっちゃ広いな、本当に。これが最大に、縮小したバージョンですね。え、海の上だけど、あれいけんのかな？お、原住民の村だ。こいっちゃー！あ、なんか喋ってる。なんか喋ってるぞ。すごい喋ってる、この人たち。ほら。聞こえます？これものすごい喋ってる。ちょっと火炎瓶を。はい。あれ、すごい喋ってるよ。ちょ、火炎瓶火つけて。オッケーオッケーオッケー。そこに、はい、よいしょ。おっと、おー、解散した解散した解散した。お、なんかある。
あ、なんか浮いてるね、ほら、海に。あれがびっくりマークのとこかな。おそらく方向的にはあれで合ってますね。お？カメさんいるかな？カメさんをね、倒してカメの甲羅を手に入れたいんですけど、あ、なんか丘の上にあるな。お？なんだろう。物見櫓というか、監視台というか、展望台というか、そういったものがここに建築されてますね。これは原住民の方が作ったやつだね、多分。もはや原型を全くとどめていない人の頭というか、これ多分胴体の部分だな。うわぁ、すごいね、これ。ちょっと、あー、なんか、なんだろう、これ。手手というか、肉片というか、落ちてますね。めっちゃ、めっちゃ貝落ちてる。めっちゃ、めっちゃ柿落ちてる、ここ。柿ゾーンだ。食べよう、食べよう。よいしょ。お、すごい。めちゃめちゃうまそうな柿じゃん、これ。あ、全然回復しない。びっくりするぐらい回復しないよね、これ。あ、ほんとちょっとだ。まあでも貴重な食料なんでね、確保していこうか。あー、なんか汚れた靴がここにある。なんだろう、これ意味深だな。靴が流れ着いてんだな。あっ、はっ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 、何、おお、めっちゃノリノリな BGM 聞こえると思ったら、何これ。ちょっとカセット、あ、オッケーオッケー。著作権的なね、著作権的なところが危ういから。ここにもでもね、人いるね、普通に。なんだろう、これ。ピストルレール。ほう。ピストル作れるんじゃないか、これ。素材集めれば。お、なんかいろいろある。タープ。オッケーオッケー。プリンター用樹脂。おう、これラジカセは取ることはできないですね。このバックパックも特に取れないか。いやー、ここで、生き延びようとしたんだね。うわ、グレネード手に入れた。すごいすごいすごい。よしよしよし。あそこまで行ける。あ、カメさんいたぞ。カメさんがいた。カメさん、クイッチャー、クイッチャー。はい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 、よしよし、オッケー。容赦ない。はい、これ、コーラゲッチュ。オッケー。で、肉もゲッチュ。ああ、いいねいいね。肉もゲットできる。さあ、これで肉と魚が手に入ったんで、食料はもうだいぶ困らないですね。亀の甲羅をなんかボート代わりとか、ボートというか浮き代わりみたいな感じで使ったりとかはできないよね、多分ね。まあでも思ったより近そうなんで、頑張ってちょっと行ってみようか。サメが怖いですけど、まあおそらく大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫。今多分水深2メートル3メートルぐらいかな、これ。まだサメが出る海域じゃないでしょう。大丈夫大丈夫。ほら、お魚さんたちもいっぱいいるから。うわ、これ。うわ、怖い。うわ、怖い。ええー、ちょっ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。サメ来てる、これ。サメ来てんのか。ちょ、怖い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 。マジ怖いんだけど。海洋恐怖症になりそう。ちょっと。登って、登って。おいしょ。よいしょ。おっしゃ、よいしょ。あ、たどり着いた。あ、おー、ドゥーン。クイッチャー !GPS ロケーター。あー、やっぱり、ピストル!うわ。いや、ピストル。手に入れちゃった。マジか。ピストル来ちゃった、これ。おー。ただ残念ながらあれですね。スコップというか、もう一個のびっくりマークのヒントは特に何も得られなかったな。マジか。ちょっと体力がなくなっちゃったんで、サメに襲われてもいいように体力を回復しといて。調べによると、この GPS ロケーターっていうのはですね、マップ上に、うサメいる、うわー怖い。マップ上にね、なんか印を置くことができるというものらしいですね。うん、なんで今4箇所、4つあるんで、4箇所分の印をつけることができると。よし、行こう。今しかない。サメはおそらくあいつ1匹だけだ。行こう行こう。意外とでも、すぐ食われるわけではないというか、
とりあえず浅瀬まで頑張って泳げば襲われることはないでしょう。ちょっとあのびっくりに行きたいところではあるけど行けないんで、どうしよう洞窟が無数にあるけど洞窟に行くしかないのか。新しいヒントを得るには、とりあえずね、近くにでっかい湖があるんですよ。そこに行ってね、ちょっと拠点を軽く作って今回終わりたいなと思います。うん、この島で一番でかい湖なんじゃないかこれ。ほら、まあ、ところどころ湖はいっぱいあるけど、おそらく今向かってる湖が一番でかいんじゃないかなと。うん、湖のほとりに拠点を構えて、ちょっとゆったりとしたねゆったりとした孤島生活を送れるような場所、うん、そういうところを作って、今回終わろうかなと思います。これ何、これちょっと船使ったりとかできない、これ。あー、絶妙な位置に船使えないか。うわ、めちゃめちゃ深いな、この池。やばいやばいやばい。この湖すごい深い。ちょっと上に上がりたいんだけど。まずいまずい。すさまじく深いぞ、これ。あ、てかこれあれだね。この建築に使える石が、ものすごい数が落ちてる。お、水が浅いポイント発見しましたね。ここいいんじゃないかな。うん。で、この水を巻き込んで塀でぐるっと囲んで、このいつでも水を飲みに行けるみたいな感じにしたい。あ、で、ここちょうどなんか平らになってるしね。うん。ここ拠点建てる人多そうだね。多分結構な人がここに拠点を建てたことがあると思うんだけど。さあ、とりあえずじゃあここに拠点を建ててしまおうかなと思います。で、今回はちょっとね、だいぶ、ここが多分重要なね、この島の重要な拠点になりそうなんで、でっかい小屋を建てちゃおう。どういう感じにしようかな。よし、こういう感じでツリーシェルターを設置してみました。よしよし、ジェイコブ、一緒に作ろう、ツリーシェルター。分かってる。敵がいるのは分かってるから。構造物を完成させよう、一緒に。よし、オッケー。これでね、大規模な建築でもね、ジェイコブがだいぶ手伝ってくれるんで、かなり楽なんですよ。いやー、やばい。こいつら強い、本当に。よーし、ちょっとね、時間がかかりそうなんで、このツリーハウス作りはね、また次回、やろうかなと思います。とりあえず、今回はここまでで、おー、なんだ？鳥が死体を持ってってる。とりあえず、今回はここまでで終わりたいなと思います。そんなわけでね、ちょっとストーリーとか、こういう建築とかをね、まあ、交互にやっていくみたいな形で、少しずつ、ザ・フォレストを進めていきたいなと思います。そんなわけで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお願いします。